こんにちは。2024年最新版 Google ドライブと OneDrive 何が違うの？と、題して説明します。これを見ている中小企業の社長さんは、とりあえず難しい説明は置いといて、何を使えばいいの？っていうことを知りたいんではないでしょうか。そんな疑問にズバリお答えします。はい。ストレージサービスとは、一言で表すと、インターネット上の共有フォルダーです。つまり、ネットがあれば、いつでもどの端末でもファイルを、使えるということなんですね。社長もですね、このパソコンに保存したファイルを別のパソコンやスマホで見たいとか、会社のパソコンが壊れたら仕事に必要なファイルが壊れてしまう、漠然と不安といった考えはありませんでしょうか。そんな悩みを解決してくれます。この右側の絵にもあるように、雲の中にファイルを置いておくイメージです。空の下にいれば、つまり、いつでも、雲の中を覗いてファイルを置いたり、書き換えたり、参照したりする感じですね。はい。Google ドライブと、OneDrive と何が違うのということなんですけれども、とりあえず何を、使えばいいのかって、まずは、知りたいというふうに考えていると思うんですが、実はですね、はっきり言って、中小企業の規模で気にするほどの違いはありません。この絵にあるように、右も左も雲は雲という感じなんですね。では、何を基準にするのがいいかというと、今すぐ使えるかどうかです。それを次に説明します。はい。Who というふうに書いてあるんですが、誰が何を使うべきかというふうに、世界一簡単なフローチャートというふうに書いています。ちょっとほぼ、出てますけども、左上のボックスで、マイクロソフト365ライセンスを持っていれば、右に進んで、OneDrive を使いましょうということで、この有料版のマイクロソフト365に、込まれるものをそのまま使えばいいということで、左上のボックスで、マイクロソフト365ライセンスを持っていないと、ノーということであれば、下に進んでください。独自ドメインを、普段のメールに使用しているかどうか、独自ドメインがわからない社長さんのためにですね、例えばですね、メールのですね、アットマークよりも、後ろにですね、社長さんの会社の名前とかサービス名があれば、イエスということになります。この場合、右に進んで Google ドライブ、有料版の Google ワークスペースに含まれるものを使い始めてみましょうと。それでですね、いつも Gmail とか、無料のものを使っているということであれば、一番下に進んで Google ドライブで、個人向けの無料版を使いましょうという、フローチャートです。はい。じゃあ、なぜですね、それを使うべきかということです。はい。で、まずですね、一番右上の OneDrive を使う人は、1000GB の、超大容量がすでに含まれているということなんですが、しかもですね、Windows 11に標準で入っています。はい。OneDrive というのはですね、つまりですね、結局、Google を使っても、マイクロソフトのオフィスのソフトを買うという会社さんも多いと思います。それならばですね、マイクロソフト365に OneDrive も最初からついているので、それを、入っているものを使えばコスパはいいということになります。ただですね、サブスクリプションモデルの中でもですね、様々あって、OneDrive がなんか 1000GB 使えない場合ですとか、あとは買い切りのオフィスを使っていたら、使えないだとか、ちょっとそういったいろいろな、ものはあるんですが、はい、ちょっとそういった注意点もあります。次にですね、Google Workspace を使う方ですけれども、はい。独自ドメインの信頼性を活かせるということなんですけれども、Google Workspace というのはですね、この後最後に説明する無料の Google ドライブでは得られない独自ドメインの信頼性を、活用して、使い始めようということです。はい。で、次に、一番左下で、とりあえずお手軽に、Google の無料版で、効果を実感するならば、Google ドライブですよということで、それを使いましょうということです。はい。では、What なんですが、それぞれ一体何か違いはということなんですけれども、はい。Microsoft のオフィス製品を多く使っていて、共有ですとか、共同作業をするなら、OneDrive が、そのまま導入しやすいですよと。ということになります。はい。それでですね、はい。次に、2番目は、
Google ワークスペース、有料版のワークスペースと Google のドライブの無料版をまとめて説明しますけれども、社外とのファイルですとか共同編集の手軽さならば Google ドライブと、まあ、それにプラスして Google ドキュメントだとか Google のスプレッドシートというですね、ワードだとか Excel だとか、まあ、ここには書いてない、PowerPoint に相当するような、サービスとかも Google に含まれていたりします。Google ワークスペースの方は企業向けのもので、まあ、いろいろ高機能になっているというイメージです。はい。それでですね、まあ、マイクロソフトの方なんですが、今後、AI 技術との、融合が予定されていますということで、今、大注目の AI ですけれども、Windows に、組み込まれたりですとか、他のオフィス製品ですね、Word とか Excel とか PowerPoint とか、まあ、Outlook というメールソフトですとか、そういったところとの、AI での、横断的な、生産性の向上が期待されていますので、まあ、そういったところを注目できますと。はい。で、次に Google の、2つですけれども、まあ、横断検索ですね。まあ、まあ、ワークスペースの方は横断検索ですね。ですとかがあったりですとか、Android との連携ですとか、Android も Google 製ですので、まあ、そういったところだとか、他の第三者製オンラインサービスとの連携が今後も、まあ、今もあるし、多く今後も出てきますので、その方向性での強みを発揮していきますということで、まあ、Google は元からオンラインサービス中心のサービスだったので、まあ、当然の方向ですね、ということで、まあ、こういったところもあります。はい。で、次に、ハビックということで、容量なんですが、OneDrive の方、1000GB の超大容量というのは、まあ、すでに、オフィス製品を使っているのであれば、もう、棚からぼた餅というか、ということで、超大容量が、住まいがついてきますよということで、超大容量というふうに書いています。はい。で、Google の、まあ、企業版の方である Google ワークスペースの方が、まあ、最小プランで 30GB。次のプランでは、2000GB ということで、2番目のプランの方では、ワンドライブよりも大きいものとなってきました。無料版の Google ドライブでは 15GB がついてきてですね、これはこれでかなり、あるかなというふうには思います。まあ、それぞれですね、上位プランもあるんですけれども、まあ、基本的なところではこういったところになります。はい。次にですね、How much ということでお値段なんですけれども、Google、ごめんなさい、マイクロソフト、ワンドライブの方ではですね、はい。まあ、月1560円ということで、これはマイクロソフト365のビジネススタンダードというですね、ワード、エクセル、パワーポイントがデスクトップで使えるバージョンプランのものを、想定しています。はい。で、Google ワークスペースのですね、まあ、一番小容量というかですね、最初のステップのものは月680円。で、200GB の方、まあ、こっちの方が、まあ、スタンダードになるのかなというふうに思いますけれども、これが1360円で、ちょっと、まあ、これを比較するだけで、ちょっと200円ぐらいですね、マイクロソフトより安い感じです。で、まあ、言わずもがな無料で、Google の、無料版の方は使えますということで、まあ、若干ですね、1000GB で1560円の、マイクロソフトのものと、Google の1360円で2000ギガということで、そこを比較すると Google の方が若干有利という形になります。はい。ではですね、How をどう使い始めるのということなんですが、Windows 11に標準でインストール済みというのが Microsoft の OneDrive になっていまして、これが同期用のソフトになっています。同期とかはバックアップができるソフトになっています。ただしですね、Microsoft のアカウントが必要であったりだとかするんですが、まあ、いつも Windows にログインしているのが Microsoft のアカウントであれば、あまり気にする必要はありません。Google Workspace の方はですね、まあ、クレジットカードなどの情報を登録して、まあ、始めますということになります。まあ、必須ではないんですけど、同期用のソフトも必要であれば、ダウンロードだったり、インストールが必要だったりします。3番目の Google、無料版の方では自分の Google アカウントを使って始めますということで、まあ、もし持っていなければですけれども、リクエストに応じて今後別動画での解説をしたいというふうに思います。はい。
まあ、簡単にざっと説明してきたんですけれども、まあ、中小企業の、社長さんにとって、まあ、いいニュースがありますということで、今ならですね、IT 導入補助金のとですね、導入費用の50%を賄えますので、まあ、他にも、使える、可能性のある補助金もあったりしますので、そういったところが、気になる方はご連絡ください。ありがとうございました。